このシーズン9のフォートバイトに、まあ、これはまあティア100、まあ、頑張って達成できるんだけど、これだよね。廃校って言うのこれ。山頂周辺にある悪党の隠れ家で、ミラーボールを掲げるのを手伝うとアクセスできるっていうミッションがあるんですよ。このミッションで恐ろしいのが、これ一人じゃできないんですよね。これ二人必要で、まあ、つまり、これ、ぼっち殺しってことですよね。フレンドさんとあんまりやんない僕が、そう、この僕が、必死にソロで潜って、なんとか敵さんと協力して、フォートバイトを回収するまで終わりません、やります。とりあえず、ここで、とりあえず必死にずっと踊ってる。まず、今回それだけ。ただただ踊るだけ。動画、ちょっとつまんないな、それだけ。マジで誰か来てほしい。もう、誰でもいい、本当に。このフォートバイトのあれを理解してる人だったら誰でもいい。そしてパッと見誰も来てないね。うん。まずいんじゃないですかね。そう、ここにあるんですよ。ここにね、フォートバイトがあって、ここ、わかります?このダンスフローが2つあるんですよ。で、ここでダンスすると、エモートするとここ光るんですよね。で、ここでパッと離れると、まあ、消えるんですよ。だからこれ、2人必要なんですよね。でも、開けられないと、このミラーボールも上がんないと。ま、だから、まあ、ここに1人エモートして、で、こっちでも1人エモートして、で、このミラーボールがググって上がったら、このフォートバイトが、まあ、取れるだけなんですけど、誰も来ないよね。焚き火焚いて、ちょっと、人呼んでみるか。来るかわかんないけど。ここ。あ、引っ切る。当たった。作戦変更。今度はね、デュオで行くわ。やっぱりソロだとね、やっぱりきついかな。だってさ、なんで誰も来ないの?もうみんなここ終わってるもん、もしかして。もうこのミッションもう全員終わってる説ですね。まあないと思うけど。いや、一組ぐらいいてもいいと思うんだよ。だって100人もいるんだぞ、このマッチに。念のため、武器だけ用意しとこう。踊ってるか、ちょっと。こうすれば、一生児するはず。誰か来ればの問題なんだけどね。よくタイマンで見るあれ。はい、もう今度はもうスクワットいきます。スクワット。よし、よろしくお願いします。よし。いや、でもガチっぽいなぁ、なんか。ちょっと先にピン指定します。すいません。生意気だよね。完璧に生意気。くっそ、ありがてぇ。もしかしたら、フォートマイト。一応武器とか持っとくか。振り持ってるよみたいなアピールして、わかるかな、わかるかな。ちょっと上にいるな、ガチだな。わかるかな、ここ多分ね、ここでやってるんでちょっとあれなんだよな。ガツンと、わかるかな、協力してくれるかな。そう、そこです、そこで、ここで踊るんですよ。あ、この人も多分やってないね。とにかく踊るんです、これ。うわぁ、踊りやめちゃダメ。いいぞ、踊りやって。ありがとう、本当にありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。本当にありがとうございます。あ、いる。あー、ごめんなさい。大丈夫。あー、惜しい。